えー、それから、ですねあのこれ私が今までは、ね、全部、えー、MC というか仕切り役をしてきましたけれどもこれからはですねあの奥山さんと伊藤さんにもそれぞれ仕切り役をね同じ番組の中でコロコロコロと変えていってねやっていこうかなと皆さんもねいい加減お前の話に飽きたよという <laughs> こういういご意見もありましょうから <laughs> <い>ちょっと別の顔をね,ね可能性を俯瞰で物を見る<石>これが私のの取ででございますので楽しようとしてんな。<laughs> どっちだ飽きちゃったということで小山さんのターンとしてと思いますじゃあそういうこととは知らずいろいろ事前にごめんなさいねぶっつけでやらせていやいやいやいとなく合いそうな合わないかわかんないですけど森山直太郎に泣いたという話森山直太郎さんの桜のねライブに行ったんです私へえ 一<で>人でちょっと森山直太朗さんと俺は同じ新幹線乗ったことあるマジで、うん、<laughs> グリーン車ちっちゃいの <laughs> 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 ごめんなさいはい、はい、なんだっけそうそうライブに来ました、はい、であのーま、ライブハウスっていうちょっとなかなか40過ぎるとつらいオールスタンディングというあそんな体力的にかそうそうそう <laughs> <laughs> 行けばいいじゃないね別にね だったんですけど、まあ、あの目当てはですねネバヤングビーチっていうバンドを目当てだったんですが対バンで森山直太朗さんが出ててんか久々というか初めて本人の演奏も聴くなと思ってそれはそれで楽しみにしてたらすごく良くて、まあ、号泣したんですよ泣いちゃったの泣いちゃったボロボロとあの生きてることが辛いならっていう、ね、<laughs> 曲があってです、ね、ごめんなさい不勉強でどんな曲なんですか なんかね、ちょっとこう話題にもなったんですけど、歌詞の最初のフレーズで、こうまあちょっと嫌なことがあるなら死んでしまうばいいみたいなフレーズをまずぶつけてくるんです。うん、で、そこからだんだんと全部を読むと聞くと、まあちゃんとこう生きていこうぜっていうメッセージになるんですけど、うん、まあ最初にちょっとユーサブルを入れてるっていう。 まあ曲なんですけどこれを、まあえー、本人が歌ってくれるのはやっぱり迫力があったなという話からのですね彼は MC でライブ最近のライブは本当物販とセットなんでこのでチケット代プラス会場で売るグッズがセットでビジネスが成り立っているからして、うん、あ MC でもまあそれを紹介する時間はあるわけですよね。 でまあ、みんなファンなんで、まあ、そこはしゃべりトークも楽しみながら今回どんなグッズがあるのかなっていうので聞くんですけれど、まあ、直太朗さんが言ったのはししたと、うん、ただこれはサブスクでは聞けませんとお<う>この円盤を買ってくださいと CD を買ってくださいと、うん、もうそういうコンセプトであえてこのジェン作りましたと。でその代わり というか会場で僕が手売りしますと、うん、でそこであの一言二言会話をしてファンの方に「売りたいんです」うん、ってことをおっしゃってまあ彼のステージが終わったわけですよね。でまあ「ネバヤン」も見た後に会場出てみたらもう長蛇の列になって,て、うんうん、で、まあ、多分売り切れみたいな表示も出てて。 ああなるほどすごくプリミティブだけど効果的なこのコンテンツマーケティングだなと思ってそう、ね、で,でまあこれがまあそのままメディアとか新聞にどこまで応用できるか分かんないんですけれどもなんかこの顔が見える記事とかポッドキャストもその延長にあるなら本人が売るって最強だなと思って、ね。うん でそこで直接会話をして付加価値を与えでもそこで手渡されるコンテンツ丸括弧データみたいなものはまあ別にそのフォーマットデバイスにある必要はないわけです。うん、CD じゃなくてもまあ究極いいあるいはもはやそれがなくてもいいぐらいかもしれない、まあ、アイドルの握手券に近いものも出てくるかもしれないですけど。うん マク、まあ、試験とちょっと違うかなみたいな気はしてその様子を眺めてましたでまあ強引な問いとしては記事の手売りってできるんだろうかみたいなねなんか <laughs> 記事を直接売るみたいな伊藤さんどうもんか質問の落としどころがあんまり良くない <laughs> 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 最後がちょか、ねかね、いやうんまあでも言ってることは分かまあ手売りじゃなわけもいいけど新聞に当てはめると我々はこれから何を学べるんだろう <laughs> 何からも学ばなきゃいけな,い,けないと思うけどまあでも情報自体がコモディティ化しちゃってるけど、うん、そこに費やす労力っていうのは、うん、各プレイヤー違うわけじゃないですか。うん、同じ なんか G7 の記事でも、うん、そこに至るまでの経緯みたいなのは各記者違う思いかつ努力でできるおちょっとい<お>はい、はい、できるえできるでしょっていうか、はい、まあ結構それは僕はずっと考えてるところではあって<ー>だからポッドキャスト ミーティングというのは、ね、去年の時にやりましたけれどもあのあ、ね、ああ時ね岡山さん伊藤さんにも来てもらって、はい、まあ大変な熱気だったじゃないですか。でそれをじゃあどういう形にするのかっていうのはちょっと慎重に考えた方がいいと思うけど、はいうん、で一方で生地の手売りっていうことに関して言うと。 今朝日新聞だとその記事のプレゼント機能っていうのがね朝日新聞デジタルありますよね。あ,ありますよね。あれはまあ無料で24時間読めますっていうサービスなんだけれども、はい、まあ何かそれの発展系みたいな形で記事を手売りそれこそね SNS とかを通じてやるみたいなことは考えられなくもないけどどうなんだろうねそれね。うーんなんか記者倫理的なところに考えるとさ なんか直接金をお金をいただくっていうのはちょっとなじまない気もするんだよね。だ売,れるだ売ることはできる、なんていうのあ買ってくれる人は多分いらっしゃるけれども、はい、それをやっていいのかっていうところに関してはちょっとなんかいろいろ考えた方がいいだろうなって気がしますね難しいですよねだなんか、うん、トランプ現象とかにもつながりそうですよね。というとなんか信者みたいになっちゃうそうそれ実際さもういるじゃん うん、信者を抱えた記者ってさ、ね、誰とは言わないけどさ怖え怖えあのうちの番組とかに、ね、出てくれた方もいらっしゃいますので何とも言いませんけれどもそういういや僕は別にでもそれが悪いと一方的に思いはしないのよそれはそれでその人のやり方だからいろんなやり方が集まってメディアを構成すればいいと思うんだけどだから一方でさなんか朝日新聞がじゃあそれありますかって言われると確かにちょっと違和感はあるねこのコンテンツの正当な根付け みたいなところで、うん、全部じゃないけどなんかちょいちょい導入できな違うんだよななんかこうかまさないといけないと思うんだよね多分売ってるものがこの新聞の場合とこの,の森山直太朗の場合の,の一番の違いは売ってるものが情報なのか情報じゃないものなのかだと思うんですよ。<ー>でその新聞の記事は売れるのかって問いって情報は売れるのかじゃないじゃない。はい うんうん、でも森山直太って別に情報は売ってないんですよその情報だとか歌っていうのはどちらかというとプロモーションの道具なわけじゃないですか言い方は悪いけどね、うんはい、だけどキャッシュポイントとしてグッズがある、はい、でグッズを買うとつながりが得られるって主の製品ってそこであって、はい、多分そこに至らせるためのチラシみたいな効果を多分歌が果たしてるわけだと思うんですよね。うんうん、なののでじゃあこれのモデルを転用する時に 記事を広告にして記者とのつながりを売っていいのかって考えると、うん、ちょっとそれはまずいかもしれないねっていうのが多分モヤモヤすると原因だと思う,うもやもや多分 <laughs> そこはその職業倫理的にどうなんだろうねっていう話があるでもただこれってエンタメメディアだったらみんなやってるわけですよ。うそうですねライターのまるさんとなんか銭湯いくツアーとかやってるわけじゃないですか。 なのでやっぱりここは、そのなんか新聞社とか報道機関の縛りだとの問題だと思いますよ、やっぱり、うん、ね、何を売ってるのかの問題と、そうね、僕が思うのは、だからあの、やっぱ朝日新聞社におけるグッズは、究極はやっぱ朝日新聞だと思うんだよね、うん、だから、記者に感情移入をするしてもらうことによって、新聞が売れるっていうのがやっぱり、一番スマートかなっていう、ね、はいはい、まあ、売れないんだよな。 <laughs> あでもでも言うこと優しくない言うほど優しくないってことはね分かってるんですけどね。そのどのフォーマットでも変わんないのをあえて例えば紙で撮るみたいなところってもしかしたらちょっとその指示の表れみたいな部分でもうちょっと広げれるビジネスチャンスがあるかもしれない これがねもう斉藤さんさ、さ、うん、アメリカとかはもう本当にそうじゃん、ね、ニューヨーク・タイムズや CNN の論調を支持するから、取りますと、契約しますの世界だよね、まあ、日本ってあんまそういう感じではないよね。そこまで行ってないですね。そうなったらいいのかな、でもやっぱり東京新聞、産経新聞とか結構そんな感じもあるんじゃないそ,それはどうなんだろうね,うね、これね、多分ね、市場の大きさの問題だと思うんですよ。あ<ー>その多分取り分け日本において おいては新聞ののの力ものすごく強かったので例えば1000万部とか業界合わせたら5000万部とかあったわけじゃないですかあった世帯普及率でいうとすごい率なわけですよ。うん、っていうものと例えばじゃあデジタルサブスク業界全部合わせて500万ですね400万ですねって言った時の製品の質って多分全然違くて、うん、同じ情報をお届けしてても5000万世帯に送るものってほぼインフラじゃないですか。 だから多分水道代だとか、えー、NHK の受信料とかと同じように払ってたわけですよねところが今のサブスクってそうじゃなくてどちらかというともうちょっと試行品だとか、うん、もっと言ったらゼロ円のニュースサイとか山ほどあるわけだからすごい超高級品に近いわけですよでそうすると多分売り方とかも違ってくるよねって話になるのかなと思います。 さっきのさ伊藤さんが言ってた新聞記者だからこそできるさそういういコンサル的なやつ、まあ、ジェンダーの話とかさそういうい、まあ、モラル的な話になるかもしれないけどなんかそういうのをこの読者の方が相談するのに乗るみたいなさそういうサービスっていうのはビジネスになが分か,、ね、かんないけどあの思うのは、うん、こういうのが風潮ですよとか正しいですよということとそれを組織に実装することって山ほど違いがあるからね、うん、確かにね。 じゃあ実際、日々営業現場に回ってる人にどうインプリメントするんですかってそれはじゃあ記者ができますかっていうと多分できないと思う。できないっていうか記者がいけないって言ってるわけじゃなくて仕事が多分違いますよね。だってそれ結局組織変革の話でありチームの変革の話でありってなるとすべての,そのやろうとしてることって上位に行こうとすればそれほどコンサル的になってくるっていう問題はありますよねなるほどね。 確かに1回抗議してくださいそれで何万円ですはできるかもしれないけれども、うん、その先にじゃあ半年契約して何千万くださいとか何百万くださいって言った時に、うん、じゃあ全チームに抗議して何百万何千万もらえるんですかって絶対もらえないですよね確かにそうだなそうですね。なんかまあニュースの家庭教師みたいなことは、ね、なんか記者ができると面白いかなと思うんだけど、まあ、それも確かにねどういうふうにそれをこうなんていうかビジネスにしていくのか相当難しそうですね。うん お前、MC、なんだよあそっか <laughs> なんかあのー、もう一個トピックとして挙げたのといいけどさちょっと一つ気になったのさあ森山直太朗さんのそのさコンサートでやっぱりみんな号泣してんの、はい、号泣してはあっ5万円はみんな回りましたん,んか台盤の面白さで直太朗ファンとネバ,ネバヤンっていうのは結構若めの向けのバンドなんですよ。うん だ普段は混じり合わないけどアーティスト同士が仲いいから一緒にやったっていうのでう、ね、でもどっちの曲もみんな泣いてて面白い吸でした岡さんは泣いたんですか泣きましたね。ね、うん なんかインターネットの人の泣いたってなんか単なる寛容区っぽくて本当に泣いてねえんじゃねえかっていつもあーかるそれ <laughs> じゃ最近は涙もろいん年、まあね、<laughs> 中年中年後 <laughs> 年, <laughs> 年期ですよねいや割とね涙もでも結構涙も<の>でもわかる俺も本当累涙腺カになってると思うもんねなんかねやばいよねでもいいのかなない,いいんじゃないそっちの方が人間としてとは確かにそれはそうっすよねそんないや あ,あ本当にさ昔はそのさなんか男だったら泣くないみたいな押し付けあったよねそうだよ泣いていいんだよああ泣いていいんだよ映画館でバンバン泣いたよ俺 <laughs> あっ何だ映画ウィニー」も良かったあ映画の「ウィニー」ーニーむちゃくちゃよくて、まあ、これはこれでトピック立てようと思ったんですけど今の話の流れで言うと「うん、ウィニー」ってクラウドファンディングで成り立った映画なんですよねでコンテンツ課金とはちょっと違うんですけどあれってほぼドキュメンタリー映画 だったりするんであれがまあそういったこう支援というかクラファン的なもので普通に商業映画として成り立つのであればなんか寄付メディアって日本だとちょっとピンとこないしまあアメリカでもうまくいってるかいってないかみたいなのがあるんだとしたらメディアそのものっていうのはちょっとぼやけるかもしれないけどこういうまあ小分け中分けされた。 プロジェクトだったら一つ成り立つのか。でも、まあ、これだけで全てが代替できるとは思えませんが、ただないよりはあった方がいいし、ウィニーが一つできたっていうのはなんかポジティブな動きかなと思います。この間ね、本を読んだんですよ。 うん「女子大工事の名探偵」っていう本でねそれで僕は全然知らない本だったしもう結構ちょっと前のねあの小説ですよ<う>なんかあのまあなんだ普通にあのミステリーなんだけど女子大工事って知ってて知知るらない名古屋にそういう繁華街があるんですよ。お,<う>うん、おいでね、まあ、だから飲み屋さんとかフィリピンパブとかいっぱい集まっているねそういう界隈なんだけど、はい、でさそこに行ってあ行ってないそこを舞台にした 小説なんですね、はいえー、不思議なね、まあ、不気味な殺人事件が起きてその謎に迫っていくんだけど、はい、なんかさあのこういう名詞がすごいやたらこうグリアルなんだよね<や>千早公園とか、まあ、名古屋の人だったら女子大工事周辺にいる人だったら分かるっていうような感じの公園の名前だったりとか<う>あとなんか妙にダイハツの担当が出てくるんだよね。き見たらさ そのタウン誌が発端になって、ダイハツの販売店とかがスポンサーになって、その小説作ってんだよね。だから、なんかそ,のそこに出てくるヒロインみたいな人が、えー、と飲み屋かなんかで働いてるんだけど、フェラーリなんかに乗る人よりも、タントに乗るようなね、環境のことを考える人の方がいいわみたいなセリフが、が自然に入ってんのよ、のでそこが結構、子供物語の鍵になったりしてて。で 映画とかはさ今までもそういう制作委員会方式とかってよく聞いてたけど、はい、そっかもう小説もそういう時代来てんだってはい、はい、多分もうそんなの出版社の人に言わせれば何言ってんのってことかもしれないけど俺は初めて読んでへっ思たそれってあれですねプロダクトプレイスメントっていう、はあ、まあドラマの中にスポンサーの製品を入れてキャストが自然にそれを使うみたいなので結構これも すごい今、えー、進化というかスマートになってきてるとかって言われてますよ。活字は私も聞いたことなかったですね。うん、でも活字の場合、ドラマとか映画よりもこうコストかかんないっちゃかかんないんで、よりこうインパクトがでかいかもしれないですね。なんか作家一人を支えるっていう意味で言うと、そういうプッシュがあることで生まれる創作物っていうのはもっと増えるかもしれない。 知ららないけど創生作費とかか低そうだもんね明らかにね明にまあちょっとその,その仕事がなんか上とか下とかって問題じゃなくて単に関わる人数の問題で言えば、ねうん、まあ作家さんのその考える時間と書く時間とドラマ映画1本作る場合に関わる人の拘束時間を考えれば、うん、多分スポンサーが果たすインパクトって結構でかそうですねカジの方がね,ね,ねなんかフリップ出したいんだけど。 んか答えさせてよなんだっけ今の話でいやウィニーのあウィニーちなみに伊藤さん見たあ僕ちょっと映画苦手なああそうだ忘れてた忘れるなよごめんごめんはいえなんかウィニー俺何聞こうと思ってたんだっけえっとんかあなたのメモにはあそうだジャーナリズムの可能性を感じさせるって書いてあったクラファンでジャーナリズムが成り立つかっていう話えもうやった じゃないのやってないんだっけえー、とうんまあやってはよく出てくるスローニュースやってるオランダのジャーナリズムのなんか集まりとかはあれクラファンじゃなかったっけなまあクラウドファンディングとか寄付モデルはいっぱいありますよね多分そうですよまあガーディアンも寄付モデルですしもうガーディアンって寄付モデルなのはいほ<え>多分一番寄付モデルで 世界で最も金を集めてる王道機関の一つじゃないですかなるほど逆に言うと寄付モデルをちゃんと成り立たせるにはもう一歩何が必要なんだろう例えば日本みたいなこの寄付に対する距離感の環境でウィニーは何かもともと2ちゃんで支援金が集まるみたいな下地があったからみたいなのですごく。 これはやっぱりプロジェクト単位でお金を集めるっていうのとプロジェクトを超えてこうゴ,ゴーイングコンスターントというか、はい、永続的にお金を集めると多分全然問題が多分違うよなって感じがしますけどうす、ね、まあもうちょっと広げて例えば環境問題とか,っていうのとか何かテーマを絞ってっていうのはなんか可能性がありそうなのかなって感じがしますけどねでもこれありうべしかもしれないですねだから本当にそのテーマ設定によってはできるんじゃないかな現状でも。 たださこれもいろいろ問題でああ確かに例えばエネルギーがクリーンエネルギーになるのはいいですよとだけどそのクリーンエネルギーに関してのジャーナリズムをやるところのスポンサーがなんか洋上風力発電のところとかばっかとかってなった時に一体それってジャーナリズムなのっていう問いは戻っていくべきだと思う。うんうんうん いやなんかもうちょっとシンプルに例えばジャニーズの問題とかさ、うん、ジャニーズの問題もやもやしてるっていて人いっぱいいると思うんですよね、うん、そういう人たちがで何が不満ってさ報道が少ないことでしょそれをこうやってくれるっていう集団がいてでこれをクラウドファンディングでやりますと言、うん、うんだったら集まりそうじゃないでもさプロジェクトベースはできるんですよ。 多分関心が集まるからそれをこう次々もうちょっとそれってさなんかバンド作ったら解散し作ったら解散しみたいになっちゃうじゃないですかスクラップビルじゃあそれを永続的にやるにはどうするんですかねっていうと結局普通の組織ジャーナリズムのやり方でよくねって多分戻ってくるんですよそうだね続けなきゃいけないから <laughs> そうだね。<laughs> うん、プロジェクトベースは確かにあんまりこう良くない、ね、逆にプロジェクトベースでさっき僕が言ったみたいにグリーンに特化しますとかってなってくるとそれって社会活動と何が違うんですかって今度なるじゃないですかだからやっぱりこれ結構多分なんかみんな考えてるんだと思う何週も何週も考えて今の形になってる気はします別に今がいいわとは思わないけどあののみんな悩んでることなのかなとは思いますけどね。<laughs> あ雑誌ジャーナリズムとかあるしそうじゃない プロジェクトで動いてるような感じあるじゃない、あのコラムとかさ、連載とかでずっとこう同じ企画から、完全にプロジェクトですよね、ねねなんか今これを書こうっていうことで、取材をガーってやるみたいなのを毎週繰り返す、まあ、週刊誌で、ね、もあるんね、1> 第1特集は AI だからってとかつって、テックチームが動いて、2> うんうん、で第2特集は株式市場だからって言って、証券の人たちが動いてみたいな感じですもんね。 でそれにしてもやっぱり定期購読の人がいるとすごいい支えになるみたいだからねまあもっと広い意味で言うと、ま、漫画とかの収益をそこに回すとか漫画なまあ出版社レベルで言えばそういうので成り立っている部分はもしかしかたら単独のものにダイレクトでこう支援と供給が成り立つのか成り立たせるべきかみたいな問いをちょっとウィニーでは感じたしだな、ね、なるほど ウィニーの場合は、まあそのそのまあ、逮捕であったり裁判に対するこう、まあ、不,不正というか不当性を改めて訴えたいというで、まあ、なかなかそれが世の中に知らない人も多いんではないかという点ではすごく進めやすい課題設定ではあったと思うんですけどやっぱ議論が分かれるものの場合 熱量が高ければ高いほどさっきのこう伊藤さんがおっしゃったこう資金源との距離感みたいなのが見え隠れしてくるかもしれないなっていう,うんなんか話は違うけどあの東出昌大さんの役作りがだいぶ忘れだったみたいです,、ね、すごい良かったです何、ね、か,かちゃんと不節制しててああなんか体系作ってきて逆,逆に作ってきたっていうかああちょっと 脂肪をつける脂肪おなかでマジで不健康そうなプログラマーの体験をしてきてて<笑><笑>ディテールが、ね、やっぱすごかったですうんプログラミング言語をそのまんま使ったっていうので結構話題になりましたけど他も小道具とかも、うん、なんか電動座椅子に座りながらカタカタやるんですけど本当にいるなっていうこうやって一日過ごしてる人がで周りペットボトルの空き瓶だらけが <laughs> あるそうな であれもまあやっぱりもしかしたらクラウドファンディングのあの熱量のこうそのまま反映しやすかったテーマだったのかなっていうなんかあれを分かってる人がああいうの作ってほしくてお金を出したから制作側もう振り切って全部あっちに持っていけたのかなみたいな。 東谷さんもさ、ね、不倫報道で多分あれじゃないのしばらくそういうこうさこれ主演ですよね主演ですねなんかそう華々しいこう役っていうことだとさなかったんじゃないんですかねそうそうそう、うん、まあそういうのも含めてなんか寝とふりよりも過激なちょっと作品かなって気がしまあ<ー>、うん、なるほどねもう完全に実名で全部やってて、うん、で、まあ、最後にこう本人映像とかも出てきて なんか聞くとこによると小道具の眼鏡は本人のものだったりとかですね。うんっていうのでディテールはそのフ,ァンファンというか支援者の心をくすぐるものがあふれかえってるってい、うん、る、ね、らすごく幸せなケースだったんだろうなとは思うんですがなんかこうジャーナリズムの一つの可能性として考えた場合に、まあ、伊藤さんのご指摘も私もこう。 ど同意というかメディアそのものへに対しての寄付っていうのはちょっと難しいかもしれないですけれどもなんかプロジェクト抜き出しただけで成り立つんだったらないよりはいいかなっていうのがちょっと現状の、うん、なんかね新聞社で思うのは嫌われれるる覚覚悟悟ももななななきゃ愛される覚悟もないいなっていうことなん、ね<ー>うん、やっぱなんかそこら辺にさ照れというかさ 逃げるっていとなう、ね、いつまでそういうつもりでやっていけるのかなっていうのはすごく思いました、ね、に完全に戦ってましたからねウィニーに関しては。うんうん、まあ最高座で出てるから戦いやすいっていうのもありますけどもやっぱりその技術を悪者にしたらそれは違うだろうっていうのはもうすごく前振りで描いてたんで、うん、なかなか圧倒されましたね。 です。無理やり無理やり締めにじゃあ次伊藤さんお願いします。とかあなたが言いなさい。それ最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしければですね。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。朝日新聞の神田泰樹でした。